社系列企業シュナイダーからの依頼です。作戦地点はベリウス西部ボナデア砂丘。内容は当社のコーラル反応調査を妨害するルビコン解放戦線の武装採掘艦、通称ストライダーの破壊です。ストライダーは資源採掘のための移動拠点でしたが、解放戦線により全面的な武装化を施されており、我々企業勢力に対抗するための軍事転用の目玉ともいえる存在です。狙うべきポイントはメインジェネレーターに直結された大型レーザー砲台アイボール。増設されたサブジェネレーターによりシールドを展開しているため、まずはそちらの破壊を優先すべきでしょう。ブリーフィングは以上です。よろしくお願いします。お前の名を売るチャンスだ621。ストライダーを潰せばアーキバス本社からも買いが入るだろう。このストライダーこそ反抗の要。
と共にある。ですか。レイブンとかいう独立傭兵の代理人は。ベスパー第二隊長スネイル、指揮を得て光栄だ。壁越えに参画したいということでしたね。まったく、解放戦線の粗大ゴミを片付けた程度で何を勘違いしたのやら。打剣の飼い主ごときが厚かましいにも程がある。お断りです。今回も第一隊長が出ると聞いているが、頼れる人材が他にないとは不幸なことだ。ほう、あなたの打剣にフロイトの代わりが務まるとでも。打剣かどうかは試してみればわかる。まあいいでしょう。今回はベスパー4も出ることですし、あれも調子に乗っているようだ。合わせてお手並み拝見としましょう。新着メッセージ一件。独立傭兵レイブン、ストライダーの撃破お見事でした。依頼を発行した私としても喜ばしい限りです。申し遅れました。私はアーキバスグループ傭兵企業担当、ベスパー8ペイターと申します。以後お見知りおきを。
その先のボス 400MT を排除しろ。壁上からの砲撃が激しい。621、遮蔽をうまく使え。新共同、何度来ようともこの壁は越えられんぞ。コーラルよ、ルビコンと共にあれ。外区に侵入されているぞ。短期だと。ああ、決まって。舐めたまねを。レイブンか。あのハンドラー・ウォルターの子飼いらしいな。これも巡り合わせだ。共に壁
壁越えと行こうじゃないか。重装機動砲台ジャガーノート、正面から攻めるのは得策じゃない。スティールヘイズのスピードで攪乱する。君は背後から叩いてくれ。新着メッセージ一件。共に戦った縁だ。一つ伝えておこう。壁越えでアーキバスは君を捨て駒にするつもりだった。独立傭兵には露払いだけさせ、私たちベスパー部隊で制圧する計画だったのさ。だが壁は落ちた。上の連中もルビコニアンたちもレイブンの名を強く記憶したことだろう。この私と同じようにね。